エアトラベラーです。今日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。この動画はですね、デュオリンゴイングリッシュテスト、略して DET という、オンラインで提供されている国際的な英語のテストを、受けてみようということでですね、スコアは満点160点で、スピーキング、ライティング、リーディング、リスニング、すべて4技能をですね、評価することができるテスト。しかも自宅にいながらオンラインで完結するということで、結果もですね、受験してから48時間、2日で、メールで飛んでくるということですと。で、実際のテストはですね、所要時間が1時間で、サクッとやってサクッと結果が出て、しかもその結果をですね、海外のトップ校を含む大学および大学院、そして教育機関にですね、そこで勉強したいといったときにすっとメールでシェアすることができるという非常に優れたイングリッシュテストになっていまして、最近ではですね、このコロナのパンデミックによって対面での形式のイングリッシュテストっていうのが非常に実施が難しいという人たちが多いといったところが実態として出てきましたので、これまでの IELTS とかですね、TOEIC、それから TOEFL のようなテスト、これはどっか現地に行って集合型でやらなきゃいけなかったり、面接があったりみたいな、英検もそうですよね、というそういったテストの代わりとして非常に台頭してきているというか、各教育機関が注目度を高めていると、そういうテストになりますので、非常に今後ですね、成長していくんじゃないかなというふうに思います。そして、受験料もですね、わずか49ドルということで、今ちょっと円安でですね、今日なんかは1ドル140円ということで、今のところ1ドルあたりのお値段が非常に高まっている状況ではありつつも、TOEIC なんかに比べると非常に安価に受けられますと。TOEIC の、LR で、いくらですか、8700円ぐらいで、そうですね、で、スピーキング&ライティングテストで、1万円ちょいというお値段からすると、でしかもあれですね、受けに行くともう半日潰れてしまうというようなところから考えると、ものすごく手軽だなといったメリットがありますと。で、これちょっとビジネス向けというよりは、どちらかというと海外留学をされる時の公式の証明に使えるといったところなんで、あんまりなんていうんですか、社内でのキャリアアップですとか転職っていったところで、このデュオリンゴイングリッシュテストを今この時点で出してもですね、それってすごいのみたいな感じで見られるかもしれないんですけれども、純粋に英語を勉強していて、自分で実力を試したいとか、もっともっとスキルを上げたいよという人にとっては、非常に手軽なステップアップのためのツールになるんじゃないかなというふうに思っておりますと。で、私もご多分に漏れずその一人で、英語は完全に趣味で勉強していて、仕事ではほぼ一切使わないという状況なんですけれども、ゆくゆくね、海外の人と仕事する場面も増えてくるかもしれないですし、逆に海外の方が会社に入ってきたりとか、あるいは海外のチームと協業するみたいなシーンというのも出てこないとも言い切れません。そしてそもそもですね、ビジネスに限らず海外旅行とかも好きな人間ですし、普段からSNS を使って海外の人と会話をしているみたいなところも趣味だったりしますんで、英語になんか触れて自分のスキルを高めておくということは決して無駄にならないし、何よりやってる時間が超楽しいというメリットがあるなというふうに感じておりますと。で、そんな趣味でやってるものではあるんですけれども、やはり何か目標を決めてですね、そこに向けて頑張ると、達成感もありますし、当然そこに向けて勉強している間ですね、いろんなことを学べる、インプットが得られるという、そのプロセス自体が非常に楽しめるということもまた大きなメリットでありますので、そういった気持ちで、いろんな、テストを受けてみようかなというふうに思っています。で、直近で言うと今年はですね、TOEIC の LR、SW を両方受けました。で、結果 TOEIC LR については940点、これはもうかなりご承知の通り990点満点ですので、ハイスコアではあるんですけれども、その後調子こいて受けた TOEIC SW はですね、
まあ、200点満点中、なんていうんだったかな、400点満点中、280点というですね、まあ、スピーキングが150点で、ライティングは130点という低たらくでございました。特にライティングに関しては130点というのは平均点以下ですね。平均が140点なんぼでしたので、まあ非常にそこでプライドを打ち砕かれたと。やっぱりこうライティングとスピーキングというアウトプットというのが苦手なんだなというふうに再認識をしたということで、まあ一旦気持ちはね落ち込んだんですけれども、ちょっと今は何くそという気持ちでですね、もっともっとこう自分の考えを思いを考えていること思ったことっていうのをですね、まあ、自由にというかスムースに 100% こう英語で書いたり喋ったりして伝えたいなという思いを強くしておりまして、まあ、そのモチベーションをまた持ちさらにスキルを上げていくという意味でもちょっと次はですね Duolingo English Test というものを受けてみたいなというふうに思っています。で、今日ねご紹介したいなと思うのはちょっとDuolingo English Test自体がどういうものなのかっていう詳しい説明っていうのはですね、かなり時間が必要ですので、それはまたちょっと別の機会にご紹介する場面を設けさせていただくとして、今日はその、どんな感じのテストでどんな出題がされるのかといったのを、実際の練習テストという無料のものがありますので、それを用いてですね、雰囲気をつかんでいただいて、まあ、興味ある方がですね、どっかで受けてみたいなと思っていただけたり、何か目指すものが一つ見つかったぜみたいな気持ちになってくれると嬉しいなというふうに思っております。で、今こちら ご覧に入れているのがその無料の練習テストの、まあ、紹介ページという形になります。で、まあ、ここに出てますように無料で練習するというボタンをポチッと押すとですね、15分間の本番は1時間ですよ。本番1時間なんですけれども、15分のショートバージョンの、テストというのが受けれるようになっています。で、これすごいのがですね、何回受けてもただなんですよね。だからもう15分終わってまた次、15分やってもいいし、もう1日何回やってもいいですし、毎日やってもいいですしというところっていうのがすげえなというところになります。ただしですね、ちょっとあらかじめ何回かこう舐めるようにやってみたんですけれども、問題のパターンは決まっているぽかったです。はい、毎回無限にこう生成されるわけじゃなくって、やっぱりサンプル問題っていうのがいろいろこう数ある中から組み合わされて出題されていると、そういった感じでできているようでした。はい、とはいえ最後にはですね、予測スコアっていうのが出てきて、なかなかそれが楽しみだったり、まあ、一喜一憂したりするのにはこう非常にいいゲーム感覚の練習テストになっているふうに、というふうに思っております。はい、では早速なりますけれども、ちょっと実際にですね、私がこれから試験を受けてみて、まあ、15分間ですね、特にこうあまり飛ばさずきちんと受けてみてですね、どんなものかっていうのをデモしてみたいと思います。じゃあ押しますね。もう一回ですね。はい、じゃあこちらになりますと。じゃあやってみましょう。まず最初にね、デバイスの確認ということで、環境チェックされます。これ、ちなみに Chrome じゃないと動きませんので、他のブラウザ使っている方、ご注意ください。はい、まず最初は実在する英単語を選んでくださいということですね。back, watered, watered, なさそうですね。red, birthday, same, well, table, wancher, なさそう。likes, girls, son, third, 読めないですね。cook, from, dine, fourteen, hobar. こんなところでしょうか。これらの単語は私は知りませんということで言ってみましょう。Last year, she was living with us. Last year, she was living with us. She was then.Last year, she was living with us. Last year, she was living with us. はい、聞こえた通り入れたつもりです。あ、また実在する英単語を選んでください。今度は聞くバージョンですね。Unkilled. Unkilled. Poisonal. Poisonal. We're tombing.
なんだって We're tombing、飛ばしましょう Safety Safety Charge Charge Attempt Attempt Ski Ski Server Server Fiat、Fiat これはわかんないですね以上かな、はい、抜けている文字を入力すると Murphy was born on May 25th 1976 in Douglas County Cork, Ireland. He was raised in Blind Temple or sub 郊外でしょうね何でしたっけ、Suburban って言いますね Suburb Sub 合ってますか違うかな自信がありません His father 多分そうですね His father Brandon Murphy worked for the Irish Department of Education His mother is a French teacher He went to University College Cork Suburb だけがちょっと自信がありませんでしたけれども他は簡単ですね。はい。ではこれで回答します。はい。画像を説明する一文以上の英文を書いてください。まあこれ、TOEIC の LR でもね、こういうのはありますし、SW でも出てきますね。はい。まず一文以上。A girl is lying on the bed.With a doll. Her pillow is pink. She is smiling. さあ、この辺でどうでしょう?そうだね、これね、一文以上書いた方がいいらしいんですよ。なので、ちょっと三文書いてみました。はい、では次行ってみましょう。聞こえた内容を繰り返すということですね。聞こえた内容をしっかり聞かなきゃいけないですね。Sociologists also interview people or hold group discussions to find out why people behave in certain ways. 長。Sociologists なんとか、なんとか behave なんとか、長。無理。もう聞けないですよねこれ。Sociologists なんとかカウントが全然ダメだ。はい、では以下の文章を読むご自身の音声を録音してください。はい。I'm trying to find out what happened. それっぽく言ってみます。I have to set my watch ahead by 2 minutes. I have to set my watch.Ahead by 2 minutes. No. 聞いてみましょう。I have to set my watch ahead by 2 minutes. I have to set my watch ahead by 2 minutes. はい。多分合ってるでしょう。またか。実在する単語。ないだろう。Vivality. ありそう。Vivality. 言っとくか。Strategically, in a way, scattered. なさそうだな。Complementary. Interrupted あるけどね。Totalitarian. はい。これはね、あるんですよ。全体主義のって意味ですね。Nest.Remorse、両親の呵責って意味ですね。Regrain、これわかんないです。Regain ならわかるけど。Crapple、ないじゃない ?Rare Liar、ないね。Concede、Rare。この辺ですかね。はい、行ってみましょう。はい、また穴埋めですね。In Washington's final years, he sold the Franklin Farms property He sold the Franklin Farms property
そうかです。live in the whole on New Vernon Road in Manham. He the three years maybe after his company was sold on March 29th, 1946, after an illness at the age of 74, his funeral was held 3 days later. In Washington's final years, he saw the Franklin firms, probably, and lived in a home Franklin Farms の資産土地を売って、ニューバーノンロードの家に住んだよと。He died, died 3 years after his company was sold on March 29, 1946, after an illness at the age of 74. よし、ここで意味が成立しましたね。次です。またかよ。Recensely。え ?Recensely。Recensely? 何それ?わかりません。Shutter。Shutter。Intellect。Intellect。In? Intellect。Intellect。何あるんですかね ?Interact じゃなくて Intellect。Intellect。まあいいや。Exterior。Exterior。わかりません。Truden。Truden。Inimation。Inimation。Inimation。Pinpoint. Pinpoint. Retailer. Retailer. Indivert. 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 ちょっともしかしたらもう少しあるのかもしれないですけど、確信を持てるのはこの辺です。はい、読みます。We are actively working to develop our business. We are actively working to develop our business.Even without seeing you, I would have recognized you by the sound of your voice. The sound of your voice. Even without seeing you, I would have recognized you by.Sound of your voice. By sound of your voice. Even without seeing you, I would have recognized you by the sound of your voice. You by sound of your voice. Even without seeing you, I would have recognized you by the sound of your voice. By the sound of your voice.しつこいですね、これ。ないんじゃない explicit なんか見たことあるような気がします。detrimental も見たことがある気がします。意味わかりません。calculus ありそうですけどね。わかんないですね。negligible わかんないです。tenderness nostalgia felicityセクション、すげえありそうな単語ですね。element, regulate, or regulate, ね。regulate ないな。coherent, astronomy, dramatic, afraid, dismay. この辺かな。どうなんでしょうね。ちょっとメモっときますね、これ。また穴埋めです。The League Council acted as a type of executive body directing the assembly's business. It began with permanent members.
department members, including French, Italian, Japan, and non-permanent members that were elected by the assembly for a three-year term. The first non-permanent members were Belgium, Brazil, Greece, and Spain. The League Council acted as a type of executive body, directing Assembly's business. It began with four permanent members and four non-permanent members that were elected by the Assembly for a three-year term. The first non-permanent members were 1,2,3,4. だから合ってますね、きっとね。はい。またかよ。Devastating. Devastating. Pit. Pit. Pet. Pony. Pony. Pony ちゃん。Preventure. Preventure. ありそうだけど、引っ掛けかなと思ってみます。Integrate. Integrate. Integrate. Immigrate. Integrate. 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 Integrate ですかね。Domacy.Domacy. Domacy. 自信なしだけどチェックしておきます。Acquaintance. 知り合いです。Sensibility. Sensibility. Contrapolic. Contrapolic. ちょっとトリッキーです。以上にしましょう。これね、長いからな。なんかコツあるんですかね。His contributions were not limited to the basic rules that he discovered.全然わかんねえ。It's the basic rules and we discovered. 雰囲気だけ。インタラクティブリーディング。読み解きながら進めるリーディング問題。7分間、与えられた文章について質問に答えなさい。はい。A good posture is the foundation of good health.In the majority of cases, bad posture is by a lack of knowledge or a lack of interest in maintaining a medical posture. 姿勢の話してますか？Bad posture is構図かな。健康の礎だよ。いい姿勢はねと、大抵の場合姿勢の悪さっていうのはほにほにょによって、引き起こされるよ。ナレッジがないこと or interest がない。 Lack of interest in maintaining aGood posture. 意味合い的にはこんな感じですかね。合ってたのか。なんか埋まってます。A good posture is the foundation of good health. In majority of cases, bad posture is caused by a lack of knowledge or a lack of interest in maintaining a good posture. 合ってましたね。で、あの文章増えて、空欄に当てはめると。じゃあこれは前後関係見なきゃいけませんと。When a good posture is attainedIt can bring more positive benefits to the body than bad posture. Poor posture has been linked to various physical problems such as rounded shoulders, chronic back pain, and headaches. Proper posture optimizes the physiological function of the human body while reducing the risk of injury. When a good posture is attained, it can bring more positive benefits to the body. A good posture can be done with practice. Take steps today for a happy body tomorrow. This is why slouching causes the spine to become curved
ここに表示されるんだ。The exercise needs of an individual vary greatly. もう関係ないですね。Having a good posture can be done with practice. Take steps today for happy. Take steps today for a happy body tomorrow. This is why slouching the causes the spine to become curved. これかな。あれ ?Having a good posture can be done with practice が正解でしたね。あかん。あきまへん。で、この問題は次の質問の回答に該当する箇所を文中で入れる。What are the main causes of bad posture? Bad posture. What are the main causes of bad posture? これありましたね、最初の文章にね。これだ。Bad posture is caused by a lack of knowledge.Or a lack of interest in maintaining a good posture. Uh-oh, 次ですね。What are the benefits of a good posture? Good posture. Having good posture can be done with practice. Good posture is attended. It can bring more positive benefits to the body than bad posture.Benefits. Benefits. だからこの benefits が何かっつってんだよ。つまりこっちかな。こっちにしましょう。趣旨を選びなさいと。はい。Good posture is important for good health. これでしょ。タイトル。これだろ。読み解き同じじゃないの。あ、違う。質問は50単語以上。5分間で50単語以上答えなさい。Films can tell us a lot about the country where they were made. What have you learned about another country from watching its movies?なるほど。僕はハリウッド映画が好きですね。What have you learned about another country from watching its movies? じゃあアメリカの映画を見ることによって何を学んできましたか。そうですね。何を学んだかな。この考える時点で、ね、相手が出てきませんから、ね、時間がどんどん経っていくな。どうしようかな。例えばハリウッド映画を見て感じる、まあ会話の仕方とかかな。あるいは建物とか警察がどんな風に犯人を捕まえる。焦点が絞れないですね。
まだ28号。ああ、時間切れでした。しまった。難しいな。今度は話す30秒。少なくとも。読んだ本についてですね。難しいですね。何読んだっけな。芥川賞のなんとかいう本について話しますか。I read a novel recently.At this moment, I can't remember, I don't remember、the book's title, but it was all about、the relationship among three young、company employees and how they,、in the way of thinking about how they,、how they are,thinking about their meals and the book won the award called Octagawa Prize this year、a Japanese you know, literary award but、regardless of the、reputation, good reputation. I didn't like the story because the storyline didn't strike a chord with me. I'm not so into meals or a relationship in the company, so I dislike the book.今度はライティングですね。これサンプルですと。違うな。採点対象となりますと。じゃあちゃんと書かないといけないですね。記述をしてください。Do you think parents should be held responsible if their child causes trouble at school and or in public? Why am I? どうちゃん母ちゃんは子供が犯したトラブルに対して責任を持つべきか。当たり前じゃないですかこれ学校とか公共の場で、当たり前すぎてなんでだろうね、子供はちゃんと判断できないからでしょうかな Do you think parents should be Yes I think I believe Moving parents areうん、無理やり two reasons定型文ですねこれも、first to begin with なんだろうねまず
最初の理由。チャイルズ。音楽買ってきました。理由を1個に減らします。時間がない。非常に難しい感じます。採点対象ではありませんが、スピーキングサンプルを録画しますと。おお、はい、なんか喋らされます。おお、顔映るのか。いや、はい。 What is one thing you like about your personality?How has this quality helped you succeed or be a good friend to others? Is this a quality that everyone should have? 性格についてですね。What's one thing you like about personality? なんでしょう。ユーモアにしておきましょうか。Humor。I think, In my personality, I like my humor so much. My humor often helps me
succeed、or be good friend to others.、when I say jokes to colleagues or my friends, they often laugh and、feel comfortable with me.、especially in business meeting,、in the、beginning of the、meeting,、it is very good way to、say something interesting and、make laugh、to be ice break, to have an ice break. So everyone is relaxed andcommunicate、with each other、more in a more、in a milder atmosphere. And、as for my friends,、they really like me and they think I am an interesting and a good person. And they also try to laugh,、try to make me laugh and、have a fun. So,I think the humor is the very fundamental tool for me to、strengthen the bond with others and、make my business successful. Thank you.、sorry, also, I think、humor is one of the great qualities that everyone should have. Because as I told you,、humor can、relax people and make them more comfortable. And sometimes、it can lead people to、positive mood.Maximize their performance, especially cooperating with other colleagues or friends. Thank you. 実験的な問題。次の2問はあなたのスコアに影響しない任意の問題です。これらの問題は両院が研究を進めている実験的な問題。ああ、こういうのにも協力させられるわけですな。最も適切な答えになります。You're in a hurry to catch your bus, so you go to the ticket window to buy a ticket. Ticket window to buy a ticket. Could you tell me how to get the bus station from here? Hi, I need to buy a ticket for the next bus to Boston, please. Hello, I need to buy a bus ticket for the next... 急いでんだよな。Oh, look at chat. The next bus with open seats isn't for another hour. The next bus with open seats isn't for another hour. Oh, they'll be here in the next 15 minutes. Is there any way I can get on an early berth? I'm in a hurry.Do you know what state you'll be driving through? Will it be bus or mail? I'm sorry, but all the tickets for the earlier buses have been sold. It's okay, I'll just wait for the next one. And, okay, here we go. Can I just wait inside for the bus? When will I be able to buy a ticket for the bus? Actually, I'm going on a road trip and I need a man. Yes, $30. Okay, but what's here we go. You can line up over there. Okay, can I pay with a credit card? Great, I'll take one each then. Of course, just insert your card here and sign and I'll print your ticket. Okay, great, thank you. What the?15以上と答えます。
summarize the conversation between the two people in one or more sentences. Summarize the conversation between the two people. Summarize the conversation, huh? Summarize the conversation between the... あ、さっきの話？どうですか。はい、これで全問が解き終わりました。で、いよいよこれをクリックするとですね、スコアを見ることができます。さあどうですかね。途中あの聞いてその内容を発音するという問題2問出ましたけれども、全然できませんでしたし、ライティングに関しては時間切れで語数が足りずという低たらくでございましたが、結果のほどはどう出るんでしょうか。さあ行ってみましょう。引く115から145、だいぶ幅がありますね。115から145、はい、ちょっとこれメモっときます。じゃあこれがどんぐらいのものなのかっていうのを見てみましょう。115から145、はい、読み方115からですね。これですね。これ115から145、ここすんごい幅ですね。で、参考になるものとしてはセファールを見てみましょう。セファールの C1 を目指しています。 C1 というのは130から150ですね。130以上ないと C1 にはなれないと。で、今回が、115から145ですので、実際のテストですと、115の場合はこちらですね、 B2で、145だったら C1 の結構いい方なんですけど、まあこの間ぐらいということですかね。ゴールとしてはですね、この練習テストで、安定的に130以上がこうぼかすか出るという状態、これであれば本番で受けたってきっと130以上取れるだろうというふうに思うんですけど、まだあれだけのレンジの広さがあると。で、下が115ということは、問題によってはずっこけて B2 にとどまるという可能性が高いというふうに、捉えました。ね、で、B2 というのは中上級ということで、どういう状態かというと、よく知らないテーマであっても問題なくコミュニケーションを取れるよ。抽象的な読み物でも内容を把握できるよ。英語が堪能な話者との会話が流暢に行えるよということですね。まあ中上級。まあすごく今自分の置かれているというかな、分析している状況にフィットしているなという感じは実感としてあります。それに対して C1 以上になると上級で、さまざまなジャンルにおける高度な書き言葉や会話内容を専門的な内容も含めて理解できると。言外の意味や比喩、非言語的表現、慣用的な表現も理解できる。非言語的表現も理解できるというのは、写真とかかな、どういうことを言ってるのか先ほどの問題でちょっと分かんないですけど、あと社会的、学術的、または専門的な内容においても柔軟かつ効果的に言葉を運用できる。高度なところでもちゃんと広いボキャブラリーで正しい文法などで言葉を運用できるよというハイレベルなものが使用なんですね。はい、まだまだちょっと自信がないというかな、頑張ってますけれども、ちょうど B2 から C1 の間ぐらいというのが現在の僕の実力のようでした。
はい、ということで、練習テストですね、マックス15分間、少し間飛ばしたりしましたので、ちょっと短いかもしれませんけれども、今見てきたような問題が、出てくるという、このデュオリンゴ・イングリッシュテスト、皆さんはどういうふうに思いましたでしょうか。自分ならいけそうと思いましたか、それとも、いやー、かなり難しいなというふうに感じられたでしょうか。まあ、いずれにしてもですね、ぜひぜひ、こちらのサイト、デュオリンゴ・イングリッシュテストのサイトに来てですね、練習テストというのを皆さんも受けてみて、力試ししてみてはいかがでしょうか。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。See you next time. Bye bye.